ネート・ロビンソンこと、ナサニエル・コーネリアス・ロビンソンは、アメリカ合衆国ワシントン州シアトル出身のバスケットボール選手。NBA のニューヨーク・ニックスなどに所属していた、高渉身長175センチメートル、体重82キログラム。ポジションはポイントガード。現在は NFL 選手への転向を目指していると言われている。ワシントン州の高校時代は、 バスケットボールとアメリカンフットボールの二刀流の万能選手として有名で、フットボールのポジションは QB だった。ワシントン大学にアメリカ、2005年の NBA ドラフトで、フェニックスサンズから1巡目21位指名を受け、直後に交渉権がニューヨークニックスに譲渡された。NBA ではリーグでも特に低身長であるため、ミスマッチを避けるために控え選手としてプレーし、 抜群の身体能力を武器に、スコアラーとして活躍している。垂直飛びは90.2センチメートルを記録し、2006年のスラムダンクコンテストでは元 NBA 選手で、元スラムダンク王のスパットウェブを飛び越えて、ダンクを決めて優勝を果たした。また2006年11月20日のヒューストンロケッツ戦では、リーグ最長身のプレイヤーである。 ヨうアキラのダンクをブロックするという離れ技をやって、のけた。2005年には、チームメイトのジェローム・ジェームスといさかいを起こし、2006年12月16日の、デンバー・ナゲッツとの乱闘騒ぎでは、乱闘に参加した主要メンバーの一人として10試合の出場停止処分を受けるなど、プレーでもプレー以外でも話題が絶えない。2010年2月、マーカス・ランドリーと共に、エディハウス、 JR ギデンス、ビル・ウォーカー、そして年度未定の条件付きドラフト二巡指名権と交換でボストンセルティックスへ移籍した。プレイオフでは控え、PG として活躍を見せ、特にイースタンカンファレンス決勝第6戦では第2級だけで13パートを取りチームを勝利に導く活躍を見せた。この活躍を報道陣に聞かれ、ロビンソンはドックのおかげだと語り、 ドックリバース HC から気持ちを持ち続けるんだ。そのうち、君のおかげで試合に勝つ時が必ず来るからとの言葉に耳を傾き続けたからだ、と答えた。2011年2月24日、ケンドリック・パーキンスと共に、ネナド・クリス・ティッチ、ジェフ・グリーンとの大型トレードに伴い、オクラホマシティ・サンダーへ移籍。2011年をオフに NBA ロックアウトが観光された際、 ロビンソンに NFL 挑戦の噂が流れた。2011から12シーズン開幕前日にサンダーを解雇されると、1月4日にゴールデンステートウォリアーズと1年107万ドルで契約した。2012年7月31日、シカゴブルズと契約を結んだ。2013年7月26日、デンバーナゲッツと契約した。サッカー選手のリオネル・メッシにちなんで、 背番号10をつけることになった。2015年1月13日、ジャミー・アネルソンとの交換で、ボストンセルティックスに放出され、1月15日にバイアウトが成立し、解雇された。2015年3月7日、ロサンゼルス・クリッパーズと10日間契約を結び、ロースター入りしたが、シーズン終了までの契約は更新されず解雇された。2015年10月16日、 ニューオーリンズ・ペリカンズと一年契約を結んだが10月29日に解雇された。その後中国でのプレーを希望しているという噂も流れたが実現せず2016年には再び NFL 挑戦を希望しているという噂が報道された。父親のジャック・ロビンソンもワシントン大学で RB として活躍、オレンジボールの MVP に選ばれ、 その後 NFL のフィラデルフィアイーグルスでもプレーした。アスリート一般レベルで見ても小柄な体格ながら攻撃的なスタイルを得意とする。ポイントガードでありながらそのスタイルは完全にシューティングガードである。スラムダンクコンテストを3度制する超人的な身体能力を秘め、ビッグマン相手に果敢にアタックを仕掛ける強気な性格が売り、また幼い頃からトレーニングを積んでおり、 14歳の時にダンクに成功した。ありがとうございます。